こんばんは。こんばんは。中村舞でーす。こんばんは。ハートありがとう。尊い、愛してる、かわいい。花束、結婚して。クマ、手紙、マリ。ありがとう。拍手、お手紙、コマン。会えて嬉しい。ありがとう。こんばんは、中村舞です。今日は頭がズキンズキンしますわ。こんばんは。前髪が、ボザボザ。お疲れ様。今日は日曜日でしたね。偏頭痛、そうなんです。私はもうすごい偏頭痛持ちで、だいたい2日に1回は頭が痛いです。なんでもう慣れっこなんですけど、めっちゃ痛い時とちょっと軽いけど痛いなみたいな時が結構あったりして、そう今日は軽いけど、多少痛いぐらい。わかんない気圧かわかんないけど、でもなんか頭が痛かったらすぐに家族にも確認します。頭痛いよって大抵お母さんが痛いんですよ。同じタイミングで痛くて。ありがとうございます。お姉ちゃんはそんなにかな、たまに痛いって言ってるけど、お母さんがねすごいね頭痛持ち。ありがとう。お薬、いや飲むよ、もう超飲むよ。なんか超飲むって言ったらなんか良くないね。規定量を飲むよ。飲みますよ、飲みますよ。お薬に頼ってますよ。イブ、でもなんかイブ派なんですけど、この間なんかもう何でもいいやと思って頭痛薬買おうと思って薬局行ったら、なんか私にめっちゃ頭痛薬の説明をしてくれて、こちらはですね眠くなる成分が入っておりますって、こちらは同等の同じ成分が入っておりですが、眠くなる成分は入っておりません、なんで作用は一緒なんですけどもって。すごいね、めちゃくちゃね薬局でめっちゃなんかいろいろと説明を受けて、はあ、はあはあ、眠くならないやつを買って飲んだんですけど、眠たいですね。なんであのあれですね、薬とか関係なしに眠いんですね。病院に行かないの？なんか行ったことそんなな、一回行ったことあるけど、まあ、なんか学生の時、高校生の時とかでないよね。なんか頭痛で寝たりしたら治るけんさ、なんか行くほどじゃないんかなと思ってしまって行かんのんやけど。結婚してありがとう。あ、愛、ありがとう。ありがとう。頭痛外来ね、あるらしいね。頭痛外来一回行こうかなって迷ったけど、頭痛外来はちょっと行ったことがない。そうだ、昨日は新潟だったんだよ。そうそう、ちょっと帰りは
新幹線ちょっと最終で帰ってきたので、もう着く頃には0時ぐらいだったので、ちょっと配信ができなかったんですけども、こうしてハートありがとうございます。そうです、新潟新幹線で帰ってきました。トキね、また300番台だったよ。あ、300番台っていうか330何号とかだったよ。トキは全部300番台。東京で一回降りて、で乗り換えして広島行き、8時ぐらいが最終なんよ。マイキュー新潟でマックスとき歌ったことあるんだ。そうなんですよ、私なんで2回目ですかね。え、2回目かな、マックスとき懐かしいです。そう、なんか昨日のステージは結構風強めでしたね。でもすごい、あの私たちのこと多分初めて見てくださる方も多分多かったと思うんですけど、結構コールしてくださって嬉しかったです。ありがとう、本当になんか暖かくて、暖かくね、そうたくさんコールもしてくれたり、そう、もう嬉しかったですね。でコラボのあのあれやりました、ステージ一緒にやって、まありがとう、タコもありがとう、お疲れもありがとう。そう、同期に会いました。私の同期は佐藤かいりちゃんと藤崎美優ちゃんなんですけど、そう、ドラさん、なんか久しぶりに会って、そう、エモかったですなんか歌割りを一緒にしてもらってたんですよ。なんかその本番前にちょっと合わせたんですけど、歌割りを一緒にしてもらっててそうドラさんで4人4人で歌いました。島由奈子ちゃんも同期、いやなんかね、そう話したんですよ。なんかにあの NGT さんもドラさん5人で入ってみんな卒業して2人になったんだよって、 STU も卒業してみんな5人入ったけど卒業して2人になったんだよって話してて、そう結構ね同期がねもうね卒業結構してますね。そうなんか、まあ、NGT さんだけじゃなく、まあ、他のグループもなんですけど、結構ね同期卒業してて、でも AKB さんも少ないかな、え、何人残ってる、マホピョンだけか、 NMB さんが多いね、ちょっとタワーもらった。ありがたわー。誰だ？あ、いた。ミューラッチ。
みうらっちー、ありがとう。じゃーん、ありがとうです。ありがとう。 NMB さんの同期は誰か、ミカニャンとかアーノン。アーノンで合ってるよね。なんか私アーノンって呼んだことないけど、ちょっと勝手に今呼んでみた。あと、あ、そう、ケイトちゃん。あ、ワカポン。あ、アーノンって呼んだことない。ちょっと勝手に呼んだよ今。ミカニャンは呼んだことあるか、え、ミカニャンは呼んだことあるかな。ミカニャンはね、オキちゃんの卒業コンサートで会いましたよ。一番最後に会ったのは卒業コンサートですね。失礼まだ、ありがとう。なん、実はでもドラさん同期はいるんですけど、あの同じチームじゃなかった、そのドラフト候補生の時に同じチームじゃなかった子たちは全然喋ったことない子全然いるんです。本当にケイトちゃんも喋ったことないんだよね実は。だからなんか今更どうやってちょっと喋りかけたりしてもいいかわかんないんだけど。そう、佐藤かえりちゃんはね同じチームだったんですよ。そうで、一緒にあの候補生時代に新潟のそうバンダイシティでやったんですよ、一緒に前座を。だから、そう。そうなのよ。みゆみゆはね、喋ったことが、え、みゆみゆってさ、イントネーションこれで合ってるよね。みゆみゆだよね。はね、チームは違ったんだけどね、映像倉庫とかでね、お仕事とかで一緒になったりしてたから、全然そう喋るよ。まほぴょんもチームは違ったけど、お仕事でなんか被ったりしたら喋ってたんだけど、みゆみゆ、え、そうなの、湯が上がるの。だから残ってる同じチームの子その一人だけ、え、そうなのかな、今残ってるの、そうなのかな。坂本奈美ちゃんとかいたけどね、卒業しちゃったよね。うん、アミマル、アミマルね、歌超絶うま。ラブリーも中野愛理ちゃん、うん、そうよ、ドラさんよ。もともと何人いたか、でもドラさん多かったよ、入った時ドラさんめっちゃいたの。めっちゃいたんだけどね。そう、
時の流れは早いものですね。まあでも私も加入して6年、まあ、7年目なんですけど、だって普通にさ、小学校卒業するぐらいいてますからね。ありがとう。にしちゃん、あ、にしちゃんは黄色チームで一緒だったよ。にしちゃん卒業しちゃった。くしゃみ出そう。ありがとうございます。おやすみ、おやおや。喉大丈夫？大丈夫です。皆さん。あの、風邪はひかないように夜は涼しいので、お疲れ様。ありがとう。誕生日、バレッラさん、福太郎さん、翔さん、清治さん、たそがれさん、ヨシーさん、キューちゃんさん、くまねパパさん、ティーンさん、ハジさん、ハレーさん、ダレンさん、なんかちょっとインフンだみたいになった。フグちゃんまるさん。1位はドロドロドドン、ミューラッチさんでした。ありがとう。また明日。おやすみ。お疲れ。明日、あ、月曜日じゃん。いやー月曜日、明日も頑張ろう。また明日。おやすみ。言わないで、ごめん。またしたー。おやおや。